コンデリー、コンデリーでーす。みんな疲れてない？大丈夫？なんかこういう楽しいイベントの後はさ、ちょっと疲れた？まあ、今回はリリカはフェスにはね、参加してなかったので、でもね、まあ、リリカたちもエキスポがね、エキスポの展示の案内があったりもしたから、みんなどうだった？エキスポ&フェス楽しめましたか？楽しかったよーっていう人手挙げてー。はい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 はーい、楽しかったよー。あー、ドリンク売り切れちゃってた。そう、リグロスのドリンクはね、ココアミルクも一応入ってたのかな。試食会とかもね、実はしてまして、あのドリンクめちゃくちゃ甘くてね、美味しかったよ。実はね、ご飯もね、リリカほとんどね、全部試食させてもらったかな。ルイネのピーマンの肉詰めとか試食の時にあまりに美味しすぎてピーマン食べれないのにさピーマンもう一個ないんですかとか言ってピーマンもらった。渡辺先輩のパスタもすんごく美味しかったしね。リリカが作る具なしのパスタとは全然違うよあとスモックさんのいろいろね入ってたウインナーとか、そう、おにぎりとかもすごい美味しくてね。唐揚げも、あ、ちなみに唐揚げもおかわりしたわ。これもいいですか？これも食べていいですか？かなでちゃんとかと一緒に、そう、ニコニコしながらね、美味しいね、美味しいね、とか言って。普段何食べてるの？限界飯食べてる。ね、美味しくて楽しかったな。やばい、試食会の話しかしてないじゃん。そう、まあ、でも、リリカたちも、その、エキスポのね、リハーサルとかもあったんで、もう先輩たちが、途中にね、実は会うこともできて、結構初めてね、会えた先輩がたくさんいて、マリー先輩とか、ラミー先輩とか、ノエル先輩とか、フレア先輩とか、ロボコ先輩もいた気がする。ネネチ先輩とも初めてだな、会ったのは。でもなんかなかなか緊張しちゃってさ、ゆっくりお話できなくてさ、なんか、あ、一条リリカです。よろしくお願いします。しか言えんかった。だって先輩たちが、先輩たちがキラキラしてたんだ。と、カナタ先輩はね、CD くださってね、めっちゃ嬉しかった。リリカさ、あれ、あの、X でポストされてたの見てさ、カナタ先輩、リリカもサイン欲しいんですけど、何したらいいですかって。そう、DM 送ったらさ、いいよ、あげるよーって言って、めちゃくちゃ嬉しかった。だってあんなめっちゃすごいよな。そう、もう本当にね、カヤト先輩めっちゃ優しくて、なんかもうリリカさ、すごいさ、いつも緊張しちゃってさ、うまく話せないんだけどさ、緊張しなくて大丈夫だよ、みたいな。いつでも連絡してね、みたいな。そう、そうだね、ちゃんとお礼しないとね。限界飯はプレゼントどころか、プレゼントの逆じゃね？大丈夫かな？嫌がられないかな？なんかさ、カナタ先輩何好きと思う？好きなものハードル高い？情報ソースが一般人とか、確かに。なんかね、リリカね、先輩とかとご飯行くときにね、ウィキで調べるんだけどさ、いつもウィキで好きなものと嫌いなもの調べるんだけどさ、え、バナナなの？バナナがいいの？棒のバナナ？確かに他の先輩にも相談してみるのもありかもしれない。